どうも、はじめです。さあ、というわけでですね、本日はセドナにやってまいりました。セドナはあれですね、まあ、有名っちゃ有名か。なんか昔某、ね、芸能人の方々が来て、そっからなんかすごい日本の方も知ったようになったんじゃないかなと思いますね。位置的には、まあ、アリゾナ州で、ちょっと日本人が通ったら静かになるっていうね、ちょっとアメリカ人ならいいんですけど、なんか日本人やったら恥ずかしくなるっていう、まあ、そういうまだガラスのハートなんですけど、まあ、北に行くとグランドキャニオンがあるわけですよ。で、まあ、フラッグスタッフっていう、まあ、そこそこ大きな町があって、それをね下に下るとセドナで、セドナは何がすごいってパワースポットなわけ。超パワースポット。僕はね何回か来たことがあるんですけど、まあ通り抜けたっていう感じが多いですかね。でちょっと寄ってあのビューポイント見てみたいな、そんな感じだったんですけど、今日はねがっつりちょっとセドナ見ていっちゃおうかななんて思っちゃってます。ぐらいここ真っ直ぐですね。ちょっと道迷いました。あ、でもめっちゃ登ってるやん、そこ。あ、見えないと思いますけどね、この辺りまで登っちゃってる。というわけでですね、今から向かうところはベルズロックってやつですね。セドナの4大ボルテックスの一つ、ね。ボルテックスってなんだって。ボルテックスというのは、まあ、パワーが渦巻いてる場所っていうことらしいです。まあ、セドナは本当パワースポットとしても有名で、結構スピリチュアルな人もね好きなんじゃないですかね。はい、ということまず一つ目のベルズロックに向かってみましょう。これがベルズロックですよ。こういうのとか木がねこう曲がってるじゃないですか。これがなんかセドナって磁場が違うらしくて、磁場が違う、もうだ世界線が違うわけ、みんなと時空飛んじゃってるから。そういろんな要素もあり、パワースポットと呼ばれると、だからこう木がねこうまっすぐ飛んだらなくて、パワーによってくねくね行っちゃうみたいなっていうことらしいっすよ。あ、全然知らねえけど、なんか読んだ話。あー、パワー感じるな。いいよね、トレイル歩くの大好き。あ、だいぶ近づいてきた。あそこだね。すんげえ、すんげえ上いるやん、ここやば。セドナって感じの風景ですね。岩だね。今日もいい岩。キャロフォルニア、ヌルドワイ。さあ続きましてのボルテックスはこちら、カサドラルロックス。ここはですね、パーキングが月か水しか空いてなくて、週末とか木曜日金曜日はここから離れたところにパーキングして、でシャトルバスで来るんですけど、まあシャトルバスが来ない来ない、めっちゃ渋滞してて、そのパーキングからここまで5分で来れるんですけど、もう30分以上かかるみたいなね。週末来ない方がいいですね。こちらのねカセドラルロックは内向きのパワー、そして上向きのパワーがあると。どういうこと？内向き上向きみたいなね、そういうパワーがここら辺に満ち溢れてるんですよ。どうですか皆さん、見えますか？くぅ、いや感じるね、ビンビン感じるよパワーを。で、まあ、最初にも言いましたけど、4大ボルテックスっていうのがあって、まあ、今2個目ですね。
私セドナの4大ボルテックスをコンプリートしようと思ってるんで、まあ明日もね頑張ろうかと思うんですけど、今日はここで終わりかなみたいな。ちょっとね渋滞がすごくてなかなかね、他のとこには行けないんですけど、あ、すごっ、めっちゃ上に登ってる人いるやん。見えるかな、今ここら辺をみんな登ってるんだよね。え、あんな上行けんの。ここら辺にいる人いるやん。みんなパワー感じちゃってるわけ。さあ登るか。いや、この角度伝わってないな。これ滑り落ちるよ。これ滑る滑る。すごいな、ここ。ああ、ここでも景色綺麗だな。もうトレイルレベルじゃないんだよね。あれもちゃんと足引っ掛けるところが。これ上から転がってきたら終わるな。まだ上あるんかい。すっごい景色感じる。ビンビン感じる。パワービンビン感じる。着いた、ここが。うわ、すごっ。これはすごい、確かに感じちゃってる。パワー感じちゃってるから。このくねくね具合、もうパワー感じすぎてもう大変なことになってるよ、木が。っていうね、瀬戸内の木でした。みんなここで写真撮ってるから多分有名なんだろうね。こういうくねっとした、もうパワーが溢れすぎてまっすぐ育たない、こうなっちゃうみたいな。カリフォルニア、Live your life。さあ、というわけで飯食いに来ました。とりあえず飲みましょう。乾杯。これがですね、セドナのビールなのかな、まあ、ローカルビールですね、ドラフト。うまいね。まあ疲れたわ。というわけですね、このお店では、まあ、もちろんローカルビールもあるんですけど、なんとガラガラヘビ食べます。ガラガラヘビ、ガラガラヘビで英語で言うとラトルスネークっていうのかな。まあ、アリゾナでは有名なのかわかんないですけど、あのなかなかねカリフォルニアでは食べれない料理なので、あとここでガラガラヘビを食べていきたいと思います。These are cactus fries. They go with the prickly pear dipping sauce that's made from the fruit on the cactus. The rattlesnake sausage goes with the barbecue sauce. This is bison. It has a raspberry chipotle glaze, but you can dip it if you want to. さあ、というわけですね、私が頼んだのがサンプラーアパタイザーってやつで、これがサボテンのフライ。これサボテンなんすよ。ちょっとソースつけるのかな、これ。いただきます。サボテンの味わかんねえからな。ピーマン、ネギ、あんま美味しいもんじゃねえな。フレンチフライよりはヘルシーだけどみたいな。バッファロー、バッファローですか。いただきます。あ、うまっ。バッファローうまっ。あ、臭っ。
くっさ、ちょっと臭いぞこれ。ちょっとこの臭みが癖になるね。さあ、というわけでこちらがガラガラヘビです。匂いは普通のソーセージだね。なんか多分臭み消しなのか、この肉の中にすごい香草とかペッパーとか入ってて、味が香りがすごいんだけど、ヘビだからかあんま脂身がないというか、バサついて筋肉ありますみたいな感じかな。あ、これがヘビの味かっていうのは分かんない。ただ一つ言うと、ビールに合う。まあこの中だとバイソン肉が美味しいです。ビールが進むね。ビールが進んじゃう。うん、まっ。カウボーイバーガー最高です。ちなみに20ドルです。カロリーがすんごいから最高っす。さあ、というわけでですね、セドナ1日目でございました。やっとるっすね。ガラガラヘビはあんまり美味しくない、ね、あんまりおすすめできないということでね。ビールは最高ですよ。ビール最高、めちゃめちゃうまい。バーガーも最高でした。ただガラガラヘビは美味しくない。というわけで、ね、本日は以上となります。ありがとうございました。この動画良かったね。美味しそうだね。ガラガラヘビ最高だよ。ガラ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 、グッドボタンよろしくお願いします。バッドボタンはいらないです。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. さあ、というわけでね、明日もボルテックス、あと2つ残ってるので頑張っていきましょう。パワーを感じる。